皆さん、こんにちは。アジャックスオンライン12が始まります。私は NBDC 事業推進部の美濃和と申します。いつものように講習会全体のご案内と NBDC の活動紹介をさせていただきます。今回は、今年度5回予定している講習会の2回目です。3回目以降は11月に再開しますので、それぞれ1ヶ月ぐらい前から募集開始しますので、ぜひ他の会にもご参加ください。いつものご案内ですけれども、講習会資料の置き場ですね、申し込みいただいたページの真ん中あたりに GitHub のリンクがあると思いますので、そちらからたどってください。右側のように、各講師の名前、あるいはこう下のプログラム名のところからリンクたどると PDF が見られたり、ダウンロードできたりします。で、今お話ししているこの短いイントロの資料もありますので、何か引っかかるところがあれば、後ほどご参照ください。科学技術振興機構 JST と言いますけれども、その計画としてですね、研究開発成果の最大化を達成するための措置を取ると書かれておりまして、その中にライフサイエンスデータベース統合の推進、として、ライフサイエンス研究開発全体の活性化に貢献するために、研究開発成果が広く研究者コミュニティに共有活用されるようデータベース統合を進めるとしています。で、この研究者コミュニティでの共有というのが、最近ではオープンサイエンスという言葉で語られるようになってきました。で、ここでちょっとそのオープンサイエンスについて少しだけ解説しておきます。論文について、オープンアクセスという言葉ですね、こちらですね、お聞きになったこと、いらっしゃるかもしれませんけれども、その他に、科学を進めていく上でオープンにしていくべき対象として、オープンデータ、それからオープンソースですね、というものがありまして、NBDC では特にこのオープンデータのところ、ここに対しての共有化のための活動をしているということになります。で、この他に、様々な手法についても、オープン化っていうのを謳われていて、最近では、例えばレビュープロセスなんかをオープンにしていくと、オープンエバリエーションとかですね、あとは教育のためのリソースをオープンにしていこうといった流れがあります。ではデータを共有する意義というのは何でしょうか。科学の世界では本来データは第三者と共有するものとされています。それは、再現性や透明性の観点から、論文の根拠となるデータ等は公開すべきであるし、それから再利用新技術の開発にも役立つというメリットがあるからです。で、そもそも、公的なお金を投じて得られたデータは共有へということで、公共の財産であるという考え方が広く、一般的なものになってきています。で、この考え方は日本でも統合イノベーション戦略会議の文書にまとめられて公開をされています。では、さらに共有するということはどういうことでしょうか。で、それについては2011年頃から研究者のコミュニティ側からもデータの共有について必要な条件とか原則についての議論が起きてきました。それをまとめたのがここに書いてあるフェア原則というものです。で、フェアとは、ファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーザブルと、その頭文字を取ったものです。で、これらの条件を満たしているものが共有されているということができます。で、本日はちょっと詳細はお話ししませんけれども、さらに詳しく知りたい方は、NBDC のサイトでフェアと検索していただくと、ここに書いてある、下の方に書いてある記事がいろいろありますので、こちらをご参照いただければと思います。さて、JST の事業部である NBDC 事業推進部、NBDC と訳しますけれども、データの共有と統合に向けた生命科学データベースに関する、日本の中核機関として広くつなげて使うということをキーワードに、さまざまな活動をしています。皆さんに本日ご参加いただいているこのアジャックス講習会もですね、データベースを利用する際に役立つ情報を届けるということはもちろんですけど、私どもの活動の成果を知っていただくという目的のための活動になっています。で、NBDC では、欧米のセンターのように、中央集権的にですね、データを集めて、一つの大きなセンターにデータを集めるということではなく、分散したデータを統合的に利用できるという、いわば連邦型の統合データベースを目指しています。それを実現するための柱が大きく2つありまして、まず下の方をちょっとご紹介すると、
生命学のさまざまな分野とか解析手法に対応するために多くの専門家の先生方にご協力いただいて、それぞれの分野のデータを集約するためのデータベースの構築と維持をお願いしています。で現在8つ のデータベース構築が実施されています。で上の部分なんですけれども、そのように分散されたデータベースをあたかも一つの大きなデータベースであるかのように扱える、つなげる技術開発を、ライフサイエンス統合データベースセンターという、DBCLS と呼んだけれども、ここと共同研究で実施しています。で、ちなみにこの DBCLS はこの講習会を一緒に主催している団体になります。で、また NBDC ではいくつかのデータベース管理のサービスを提供していますが、それらは、事業の開始に先んじまして、実施された調査に基づいています。でその調査の中で生命科学データベース、生命科学のデータベースに対する要望が大きくここにある3つにまとめられたので、それらに対するサービスを立ち上げました。でその要望とは、データベースの所在がわからないとかですね、あと複数データベースを横断的に利用したい、からデータ自体を自分で自由に解析したいというような要望でして、これらに対してカタログ、それから一括検索、それからデータをお預かりして利用したい人に配布するというアーカイブといったサービスを提供しています。でこれらのサービスの詳細は昨年度のアジャクスオンライン6ですね、一番最初の回のでご紹介していますので、ご興味のある方はこちらのリンクからご覧いただければと思います。で、先にご紹介したこの3つのサービスですね、はすべて NBDC のウェブサイトからたどることもできます。それからあと各分野でまとめていただいたデータベースなども順次公開されています。 NBDC で検索すると左側のあるようなトップページすぐ見つかると思いますし、それからそこからサービスというリンクをたどっていただいて、それからデータベース利用者というのを選んでいただくと、利用者向けのサービスこちらが出てきますので、お役立ていただければと思います。そんないくつもあるサービスの中から、どんな方にもきっと役立つ、利用者もすごい多いんですけれども、お一つだけご紹介したいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、統合テレビというものです。データベースやウェブツールの使い方の動画が2000本以上あります。で、この講習会の動画も後ほど公開されますし、過去の動画も全部見られますので、ぜひ使ってみてください。でツール名などからも検索できますし、スキル別コースなんていうのもこのトップページね、左側のトップページのところにありますようにご紹介をしていますので、そういったところから辿ってみていただくこともいいかと思います。また、ランキングなんていうのもありまして、今トレンドとしてみんなが何見てるのかなというようなこともわかるようになっています。で右の方にありますようにイラストもあります。クレジットさえ表記していただければどなたでも使っていただけるものですので、どんな使い方でも OK です。それからリクエストも受け付けていますので、ぜひこの統合テレビのサイト一度は覗いてみていただきたいなというふうに思います。NBDC の紹介はこのぐらいにして、早速本日の講習に入りたいと思います。